はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。本日は NZAP85 のほっ、はい、はい、はい、ガチガチシリーズね、うん、ガチガチシリーズやっていきますよ。まあちょっと最近格言が過ぎたんでちょっと自重させていただきました格言なのか格変なのか分かんなかったけど今あれうまいこと言うね。いやいやいや、もうお前の口がもう格言になってるもう確かにね、うん、でもまあ結構分かるよっていう反響と、あとセグの重要性を語ってくれてるコメントもあったね。あ、本当セグの重要性語ってくれてるいやあれはね、やっぱね、セグの重要性はね、うん、打ってる人は結構昔から打ってる人ですよ、うん、いいセグの話もいいねセグで全てが分かんないよって書いてあったから最近の代は潜伏ないですからいいね、それも分かんねえから、はい、というわけで今回はガチガチザップ、うん、はい、行きましょうか。はい、マンタマ。はい、さあ行きましょうか。オッケーですよ。そうですよ。はい、なんださあ、相手の方が割り早そうですね、これは。さあだ、うん、ここさあ、で、こっちの地だなんでこっちはメインの、ここの地はね、はい、まあ、ちょっとなんとも言い方、難しいっすよ。俺やったことあるんですけど。ここの違うんですよ、マジで。ノーチラスに対してね。あ、で、一回やってるからね、ちゃんと。あ、でも、あ、ヤグラやかいいか。ヤグラやに全然いいや。あ、ほんと？うん。さあ、でも、チャージだけ。チャンス、トライ。これはどこまでいけるか。まあまあ、うん。ここまで降りたら、いいね、とりあえず OK で。なかなか痛いよ。はい。ここにはないですからね。特に相手が、フロー。シャンジャー、うん、みたいな構成で、うんうん、確かに懐にあればあることや。はい、もう潰れたね。潜伏してたね。いいんじゃない彼はいいだ、刺してやれよ。あー、でもあそこから出れないですね。あー、そこやられちゃったか。ナイス。あぶねー。いいですよ。さあ、いや、もうこれは当たるの？当たるそれ。当たってない、当たってないんじゃない？まあ、多分急所に当たったんじゃない？ここでたら嬉しい。右、あらら、まあ、ちょっとまだ進まないね。コインツはまだないよ。さあ、右入って、あー、いい進み。そこまで入られちゃうとね、うーん、やだね。いいね、ここキープいいね。ここキープはいいんだけど、ここからを俺が動きたいんだけど。確かに俺がこれやってるから。ああ、持ち交代が必要なのか。これ誰かやってくれたりするとすげえ楽なんだけど、誰かがここで持ち込みをねしてくれたら。あ、よさ、チャンスだよ。ここはもう来てもらうしか。いや、なんならもう自分がもう行っちゃう。ここの21はやだよ。ここのね、21はやだよね。なんでに英語で、なんで英語で、しかもケイン小杉ぐらいに。いや、ごめん、ちょっと好きだから。いやいや、ケイン小杉好きでも21って言わないのよ。ケイン小杉ファンは別にもっとあるのよ。21で止めるでしょうね、ケインは、わざと。嘘、迷惑な味方行けよ、もっとワーマで行け。いいよ。さあ、これはでもいいね。プレッサー持ちに対して先にリードを取るのは大きいですね。本当にいいかな。ずーっ、おー、いいね。今日はなんか、今日は生き残るね、いつにも回して。いや、やった。いや、待てばよかった。無理。ミスター、惜しかったね。どうだ、こんな姿勢が。そうだ、素晴らしいよ。もう1分半ですよ。あら、早いね。やっぱ攻めてる時は早いし、守りも守りで焦ると早くなるからね、時間って。あ、渾身の雨フラッシュ。これは太陽、中入りたい気満々だよ。あ、ちゃんとここでね、
これができるかできないかよ。は塗ります。塗るか塗らないかが。いや、これちょっと怖えな。これそこで止まってはいますね。一旦ちょっかい出しに行く。当たり前。ここにちょっかい出す。わあ、いいんじゃないですか。これは。でもて。いったじゃねえや。エクスカスとか。さあ、ぐいっと上がって。いよいよいよ。もう爪にかかってるよ。爪にかかっちゃっていいんだよ。いいね。でもずっとそこから出れないね、相手。あら、持たなくて、持たなくて、ああ、割らなくてもよかったんでしょ、実は。うん、あ、でもそこの保護所強そうだね。まあ、ここの保護所強いですけど、うん、これこれやられてたらもうあと右は守っとけばいいからね。 OK、 うん、いいじゃない、しっかり勝ち。うん、最先いいね。うん、危なげもなく割と前前通り前目にここを持ってったのが良かったかもね。そうだね、ラインをちゃんと上げる見方だったね。うん、うん、素晴らしい。いや、いいいいものから始まりますね。うん、ナイスですよ今の球。はい、さあ行きましょうか、うん、こちらの方で、うん、さあここはやっぱ最初はまず、はい、おー、なるほど、プレッサー、あら、はい、相手もある、相手なしか、相手なしですね、はい、あら、これはね、先にリードしたらもうほぼ勝ちが確定するときに囲んだらいいですか。おお、あら、素晴らしいね。いいですね、いい96ガロン。あ、3チ、いい、あ、ナイスナイス、でか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 、おー、スバ、スバだね。それ持っていくだけでも全然違う。ちゃんと前はレベルが低いな。あ、え、いやー、なんか変な、久しぶりに壁でもらった、かすったね、ケイツをかすったね。直当たりじゃないのかな今。なんか後ろに落ちてたやつにこうバッと当たっちゃったね。これがね、私のミス、はい、このちょっとチャンスを来ると思った。えへ、ー、へ、だから絶対止めるマン。ナイス。手前に入ってた。手前は味方にやってもしょしょ。もう一枚ぐらいね。大丈夫そう。早くないね。さあこれはここをどうするか。センスが問われる。そうだね、あ、普通に戻す。いや、上に登る。あ、でもいいんじゃないですか、右上まで。ナイス。これでしかも一人やってる。これナイスセンス。ハイセンス方向。うえ。おお。完璧だね、やっぱ。この手前いるんだよ。はいはいはい。ここは今、意外と当たるな。今あんま動かない。うんうん、うん、いいよ。いや、ディアルいいんだよな、見たわ。ほんとだ。はぁ、おー、ナイス。うーん、ギューッ、あらー、あれ23。いやいや、言ったことない。ケイン小杉があと200年生きるならあるかもしれない。あと200年生きたらやってるかもしれない。なんで2増えんだよ、200年生きたら。Century 23、 Century 21はあれ21、やっぱ会社がね、21世紀だからね、21世紀だから23世紀までいったら。まあそれ願いながらここやりましょう。いや、俺らは死ぬのよ、あと40年ぐらいで。はい、モンガラ。はい、さあモンガラの方やってまいりましょう。やりましょう。はい、やりましょう。 OK、 はい、あら、お互いにこれはプレッサーがいな編成。うん、はい、早いね、早いな。ボムそんなに、せーので投げたね。うんうん、
クイボとカーリングがとあとあでもそうかこちらがスプラッシュポンかこれ次2人いるとまずいねこの状態うんグワ戻ってさあフム投げてたからうんなるほどねそっかそこも兼ね合いだなうーあこれはあ落っこちないうまいことナイスナイスあら一人いるんだよな持っちゃったよこれってことはあパッカあ今気づいたけどジェットパック3枚か相手割れるなあら強いやバレてるいや割れるな割れる なびっくりしたもうオップも見えてるしいいですね強いなあれキャンプのこれは強いうんシンプルキャンプって汎用性高いなシンプルズルうん、うん、アサリも強いしもちろんエリアも塗れるしさあ、15は美味しいんじゃない ?15 は美味しいね。うん。かなり戦略も広がるよ。15を守る動き。プラス、もっと進む。やっちゃった。早いね、さすが。まあでも、多分右は崩れん。うん、ないね。これ相手きついな。相手は。うん編成自体は悪くない。お、ね、受け身だ。受け。にゃくさ。打ち合いになるとね。まあね。うん。あれ逆に。どうした？いや落下水したし。いやしたけど。そんなピックアップしてやるね。多分ここにぶつかったりとか、ここで何か。ああ、らしい。うん。反応します。はい。これ。ああ、あれは絶対に倒せない。ちょっと明かしたか。ナイス。で、左なんか1枚入ってた。いるね。嫌な爪だこと。15のアドバンテージあるけど、ちょっとここはね、慎重に左か、左じゃない、右か右ですね、来てますよあ、うわあ、これまずい、あ、でも大丈夫かナイス、ナイス、ナイス、ナイス3、チチまあ、即持ってきたいだろうねいいねそこ強いぞ相手いやーうおいいルートも選択したけどね、うん、危なかったねナイスこれ持ったのでかいねさあ残り1分のうちどんぐらい時間稼いじゃうかですよむしろ相手にも攻めさせないだけだからねいるリルクリアリングナイスだこの打ち合い勝ったのでかいよいやー降りねえかあでもいいじゃんでもまだまだ、うん、めちゃめちゃ進んでますからねその間あーいい後ろから来るこれはいい味方だねうわ嫌な跳ね返り嫌な跳ね返りしたね今勝つん10秒っすよでも、うん、きついなこれちょっと相手どうしようかなあれ相手を救済するための方法にも考えてこうすれば勝てる可能性やっぱ、ね、やっぱ どっちのチームにもやっぱ勝ちを見出さないとなるほど、うん、それが真のスプラプレイヤーねこっちは勝ちだから OK と思ってね
考えてるよ、考えてるよ、まだまだまだスペシャルさもある。うん、で、キャンプも持ってる。無理だな、無理かい。あと終わった瞬間言うんやろ。無理だな。まあジェッパス3はちょっとね、なんか難しそうだったね。うん、私、いやー、最初の15は聞きましたね。ナイスです。はい、モンガラキャンプ場にて今日の週、はい、はい、しょうか。うん、さあ今日の集大成、集中してみせる試合するか。うん、今日の週、今回はモンガラで、はい、いきましょう。あら、これちょっと勝たなきゃいけないね。割れるんだけど、割りに来るかな。はい、ナイス割り。あ、こうやって見ると5-2だろ、もうたまんの早いな。左いるんですか。さあ左側に、あー、ナイスイン。しかもいいね、護衛もいっぱいついてるよ。ガッ、それをタケちゃんがだない。一番左奥スーダが、さああれやりに行けないか。いや、武器的に行けないんだ。いや、俺持っちゃダメだなこれ。なるほど、バリアブルかタケに素直に渡した方がいい。お、ナイス。おーらら、あ、もっと。だったらもう。いや、まあ、ここはね。うん。ここは速さ勝負だから。もうそこ届くか。うん、これ持った方がいい。ね、あー、5-2ね。ちょっとプレッシャーをね、重きを置いてしまうとこなの。これはね、攻めで、なっちゃうんですよ。まあね、守りはすごい強いんだけどね、プレッシャーって。やっぱ素人はなっちゃうんだよね。あら。うん、素人。あれ素人の仕事ですよ。これ素人。うん、左に今左に歩行がね、はい、行ったんで、まあ、正面詰めるならまだわかる。なるほど、挟んで、ね、うん、ではなく、やっぱ遠くからプレッサーはちょっとそれ安牌が過ぎやしないか。そう、それはね、ちょっと素人。素人か、素人の仕事。ほぼ素人なんだ。あ、もう、はいはい。おぉ、見て、これをやってほしかった、最初に。今ああ、いいな、ああ、いいじゃん、もう黒と。ね、ね。もう黒と。あ、もうこの試合で上手くなったんですよ。この試合で上手くなったんですよ。別に、もしかも、お前の声も聞いてないからね。普通に、彼の中で、ああ、良くなかったな。いいじゃない、でも、さすが。さすが黒とでしたね。はい、黒と。これ勝ってしかる、はい。あ、ナイス。終わり。うん。チャンネル登録お願いします。